勝っても負けても確実に盛り上がる試合を目を引き寄せるっていうか、僕に興味がなくても見てしまうと思うんですよね、格闘技をしてる俺は。なんかしたいなって、面白いのないかなみたいなね、ありましたよ、やっぱ。今度はたまたまアウトサイダー見つけて、で応募したら一回落ちたんですよ。でリングスに言ったんですよ、どうやったら出れんのって。いや、どうやったら出れるっていうのはみたいな感じで、あ、本日はもういいっつって、吉永圭之介のとこ勝負しに行ってくるわって言って、こんなんめっちゃ強くてボッコボコにされて、そっからですね、アウトサイダーに出るきっかけになったのは、すごい人気のあった大会やから、当時もう絶対どこでチケットも完売するし、もうとりあえずお祭り感覚で喧嘩的な、初戦記憶ありますね。緊張あるし、緊張しましたね。やっぱ大阪人で初めての選手やったからアウェー感半端ないし、結果1ラウンドで、KO 勝ちしました。僕らが出てる時のアウトサイダーは人気がすごかったから、北海道とか旅行行っても声かけられたり、25歳ぐらいの時だったんで調子乗りましたよね、やっぱ、チーム大阪は当時アウトサイダーに3人大阪人がいて、1人ゴッドハンド奥井くん、金太郎という人と僕と3人で、まあ、結成してたんですけど、まあ、みんな3人それぞれその思ってることを全力でやるっていうところが共通してる3人だから、すごい絆が深いんちゃうかなっていう。まあ、アウトサイダーの初めて負けた、その出るきっかけになった吉永圭之介選手との試合が一番印象的ですね。試合で僕が倒れて、耳元でなんか囁いたんですよね。それが向こうはもうこれで終わりなっていう意味で言ったみたいなんですけど、これで終わりかみたいな感じで取ってしまって、まず最初に金太郎が、その次奥行くゴッドハンド奥行くに入り込んできて大乱闘に変わって、一番印象的でしたね。勝ち合いは負けたけど乱闘で盛り上げた。アウトサイダーですごい恥ずかしい試合をしてしまった時に、まあまあまあ絶対に勝てる相手やったんで、多分自分で過信してたんかなっていう、まあ、これじゃ名前が売れるところやけど、なんかその時に多分ね、自分で変わっとったんが強さが欲しいってなってきとったんでしょうね、多分自分でだんだん。当時のアウトサイダーは不良の集まりやったから、まあ、そこで勝てれば強いっていう、ただほんまそれだけやったんですけど、なんかこのままやじゃあ自分は色物やなみたいな思って、やっぱそういうちょっとでも格闘技で名前が売れてんのやったらある程度の強さも欲しいし、やっぱなんかほんまに自然に変わっていきましたね、その強さが欲しいっていうか。仲いい子に石原やしゃぼう選手がいたんで、まあ、その子がずっとジムおいで、ジムおいでって言ってくれてたんで、まあ、何回か出稽古に来させてもらってて、なんかすごいあったかいジムやったんで、行ってみてもいいかなって思って、ちょっと自分もいろいろと変わるんじゃないかなと思って来ましたね、直進会に。はい、もうほんまにこのジムを選んでよかったなと思いました。ほんまにすごいふざけてる先生ですけど、うん、なんか熱いもんがありますね。人間力ですかね、僕は人間性を変えてもらえたかなって思ってます。アマシューとかにも行きましたけど、まあそれを買ってもらって VTJ にも上がったし、
阪大会でオープニング金網やなっていう感じです。かっこいいなって。これこういう場所でここで輝けば何か変わるんじゃないかなっていうありましたね。その格闘技界も自分自身もプロのリングはヤジもなければ綺麗なクリーンなイメージ、客層が全然違うからアウェーやなっていう感じでしたね。自分がガンガン押してるイメージがあったんですけど、ちょっとバッティングでカットがまだ傷残ってますけど、で TKO で負けちゃって、まあ悔しかったですよね。盛り上げたんは盛り上げたんですけど悔しかったですね。相当大気戦に関したらお仕事も多少の休みをもらって、まあ、昼も走ったり練習したりで、まあ、体のケアもねちゃんとしてもう万全やったんですよ。もうほんまに万全やって、もうまあ負けることはないやろなっていう、もう誰でも来いって思ったんで、準備整えて臨んだからの緊張なのか、負けられへんっていう気持ちじゃなくて、もう負けへんっていうのでどう見せて倒そうかなっていう、なんかそういう変な緊張がありましたね。すごい注目されてたし、やっぱ本戦っていうで VTJ の本戦なんてなかなか上がれへんっていう、その中で本戦やったから自信があったにもかかわらずすごい緊張したんです。いや、なんか自分で変に落ち着いてるなとは思ってました。だから全ての反応が悪かったと思います。今思えばその時はえ、なんでっていう、俺なんで首絞められてんのみたいな感じでしたね。喉ぶつけはあかんとか、まあまあ冗談はあれやけど、そうですね、もうこんなん言ったらあれやけど、もうほんまに負ける相手じゃなかったから、うん、もう自分を過信してたんかなと思って、一番最初の VTJ のデビュー戦より今回の負けはでかいなと思いましたね。落ち着きすぎって言われました。やっぱり指摘されましたね。いつももっとガツガツ、なんかほんまに荒くいくところをなんか変に落ち着いとったって言われて、でもまあ次も頑張れよみたいな、待ってるでみたいな感じでしたね。言ってくれましたね。そうやって僕正直VTJ っていう名前にすごい多分なんかね構えてたんですよね。 VTJ っていう、あ、もうすごい人たちが出てる、まあ、すごい大会やなっていう、まあその仕事を休んで準備をしたりだとか、なんか食生活をきっちり変えたりだとか、自分をすごい真面目にしとった部分があって、それをまあ、うちの生駒先生がちょっと高橋試合前もうちょっと普通に普段通りにしてみたらっていう助言をもらって、僕現場仕事してるんですけど、普段と変わらず仕事終わったら練習来て、それが全然違いましたかね。ちょっと普段通りな自分を作っていったっていうか、今までは緊張してましたね。いろいろ自分で作ってね、すごい構えてた部分があって、それが沖縄ではなかったです。全く試合って感じがしなかったですね。まあそれは多分沖縄やからなのか、自分が普段通りにしてたからなのか、まあそれは分からないですけど、リングに入ってから、向かい合っても正直あんまり試合っていう感じがしなくて、まあ、その時に対戦相手の方がテールオーバーをしてしまってて、地元の選手やのにやっぱ体重を合わせてないっていうのはなんか舐められてんなと思って、正直それが今回のその VTJ の沖縄に関したら自分のモチベーションにはなりました。ちょっと芝居たんじゃんみたいな。
VTJ の看板選手になりたいと思ってるんで、首がつながったと思いました。安心感がすごかったです。応援しに来てくれる人たちは僕をかっこよく見せてくれる人たちですね。多分いなかったら今ほど花あるねって言ってもらったりするけど、まあ、その人たちがおるから余計にそう見えてるところがあると思う。じゃあ去年に親父が死んで、母もちょっと癌で、まあ、一気に去年ちょっといろいろ重なって、まあ、ちょっと格闘技もちょっと休まないとあかんのかなって思ってたんですけど、まあ、今でも自分がなんか楽しんでやれてるっていうのが格闘技で、まあ、それを多分おかんも分かってるんか分かってないんかは分からへんけど、まあ、ちょっと試合が見たいって言ってくれたんで、まあ、ちょっと勝つ姿を見したいですね。やっぱ親父も死んで、隠して僕応援してたみたいなんで、携帯が見つかって僕がつぶやいたらなんか通知が来るようにしてて、ずっとなんかお前は弱いお前は弱いって言われてたけど、やっぱそんなん見てしまったら、あ、やっぱ頑張らなあかんなって思って、おった団体の名前がはぐれ者でしょ、まあ、正直みんなアウェーなんですけど、でもなんか生き残ってるっていうか、挑戦していくことをなんか感じてほしいかなと思って、自分がしんどくても厳しくてもなんか一つのことを、別にどんなことでもいいですけど、もうそれが俺は格闘技なだけで、どんなことがあっても前向いて何かに挑戦していくっていう姿勢をちょっと感じ取ってもらえたらなって思います。高明っていう人間を作る生き様じゃないけどね。今後の目標は、とりあえず試合をして勝っていって、有名になっていって、テレビとか、まあ、雑誌とか何でも露出できるところには露出していって、めっちゃめちゃ有名になりたいですね。すごい普通に働いてるよりいい車乗りたいし、たまにはやっぱお世話になってる人にご馳走できるお金も欲しいし、少し人よりしんどいこと、まあ、命かけて殴り合いとかしてそういうことをしてんねんから、やっぱ裕福なんやなっていう、そういうのは欲しいですよね、日本でも。そうですね、格闘技をやってた結果として有名になって何でもできる、自分がしたいこと何でもできるように、自分が生きていく糧になるようにですね。まあ、正直勝っていきたい理由は自分の居場所を確立するためですよね。勝っていきたい理由だけで言うと、自分の格闘家高垣としての権力をつけるためっていうか、発言権を作るっていうか、今後の格闘技界をちょっとでも変えれるように発言権が欲しいから、やっぱり勝ちは必要ですよね。もっと選手が夢を見れる環境をちょっとでも作れたらいいなと思う。しんどくはないけど、まあまあまあ厳しい道じゃないですか、正直。それをまだまだ進みたいですね。あえて厳しい道を行く理由は、俺はかっこよくなりたいからですね、人間として。だから厳しい道を行く、それだけです。Everybody make some motherfucking noise.